龍が如くセブンガイデン、名を消した男、桐生ちゃん号泣に対するみんなの反応。これめちゃくちゃ泣いてるやん。今桐生ちゃんでいくつなんや？55歳。桐生ちゃんがこんなに泣くなんて。人でも殺したのか。それはいつもやってるだろう。今更だけど別に死ぬ必要なかったんじゃねえかな。ここまでのボロ泣きは初めてだよな。多分リキアが死んだ時以来だな。多分ミニ四駆探偵やってしまった。こんなはずでは。キリュウちゃんって泣くんだ。割と泣いてない。ゼロの立花の死、ワンの風間の死、3のリキアの死、5でダイゴが撃たれた時、6で子供たちと再会した時、思い出すだけでも結構ある。なんだと。ストーリー割と良さそうじゃない？まあセブンの裏だからおおよその流れわかるっていうのもあると思う。ではそれとして、あの大阪トンチキタウンは何なんだ？大阪城が割れて黄金の大阪城が出てくる龍が如く世界の大阪だぜ。ゴーレムタイガー、エイトの体験版つけてくると関わるしかない。ゴーレムタイガーが人質に取られたんだろう。実際にショッキングな展開があったのか、それとも単なるカウンセリングみたいなものなのか。名前としても朝顔のみんな人質にされるのは本当にかわいそう。御用元はともかく敵からも脅されてるっぽいのは、なんとかしろよ影のフィクサーと思う。花粉症か。ポケサーコースアウト以上に悲しそうな桐生ちゃん初めて見た。陸王が甲子園で優勝したのかもしれない。桐生ちゃんがこんなに泣くなんて、めっちゃ花粉飛んでる時の俺だ。藤原竜也とその血筋消そうと本国から朝顔に資格送られまくってるんでしょう。死んだことになり名前を捨ててもキャバクラはやめられない男。5の時点で福岡では鈴木の偽名で通してるのに、キャバクラでだけ別にここくらい本名でいいだろ。敵竜の名前出すような男だ。面構えが違う。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた。これで始めたいんだ。はるかが立派な母親になる姿でも見たら泣くんじゃない？巻き込まれるから朝顔に危害を呼ばないように消えたのに、コードネームなんとかリルになってからも普通に雇用主。敵どっちにも人質に取られてるのひどくない？これどっちも殴っていい案件では。包丁割れてる人間が顔割れてないこと前提のエージェントやってる時点でそもそも間違いだ。確かにそうじゃ。エージェントになってもそれはそれとして、ボケサーをやる男。トレーラー見てきて本当に泣いてるってなった。後エージェントスタイルの紹介で笑っちゃった。やっぱり龍が如くは桐生ちゃんじゃないと。花粉症とかかな。朝顔が爆破されて遥が死んだ、実際は生きてるとかだろう。遥の双子の妹がアメリカにいて優が起因するかもしれん。優が桐生一馬か。エイトの舞台がハワイなら大阪の素材はジャッジシリーズの方で使うんだな。ポケサーで負けた時より悲しそうなの初めて見た。そろそろキムタクと共演しないかな。主人公揃い踏みは誰かが割を食いそうでな。でもジャッジの方のキャラが本編に出るのはエイトでも続けそう。名を消した男、おしゃれもするしポケサーもする。しかし一番横浜の英雄なんて呼ばれてるのか。まあそれだけのことはしたか。カムロ町じゃ鳴かず飛ばずだった自分は、この町でかけがえのない仲間を持つことができました。行き場のねえ人間に何かしらの受け皿が必要なのは、偉人町も蒼天堀と一緒です。広島を個人的には再利用してほしい。何もない街だったけど一作で終わらすのも惜しい。そんなにキャバクラが実写になったのがショックだったのか。実際作中だとサブイベでもキリュウって名乗らないのかな。
ポケサーの登録名も上流だったので。しかし歴代チャンピオンが名を変えて現れるのはホビーアニメっぽいな。ポケサーでイベントでも見ないくらい表情変わってびっくりした。ポケサーやってる時はほんと楽しそうだからな。一番感情を素直に出せる場面なんじゃないか。本編での活躍と会社経営で裏表両方への貢献がでかすぎる浜の英雄。それでは今回の大成功を祝して一つよーっ。クリア後にちょっとだけ8体験版って流れらしいから楽しみだ。8体験版、8本編にはない部分だが8にはつながる内容というのがややこしい。闘技場に杉浦がいて驚いた。闘技場のキャラは誰でも操作できるらしいが、杉浦も操作できる？時系列的にはロスジェの前になる。6から8の話だから、なんならジャッジより前から始まってロストより後のところまで行く。一番絡んでれば死人少なく済みそうだけど、キリュウちゃん主人公だと割とボロボロ死にそう。名前消して存在しない男になった割に普通に顔出して遊んでない？大丈夫？蒼天堀も知り合い多いよね。朝顔の剣で脅される。この子ら人質にとったら俺らの言うことも聞いてくれます？セブン以降は蒼天堀の方が知り合い多くなるな。現状でも真島とか西島は蒼天堀にいるけど。蒼天堀で思いっきり真島の兄さんやゴリラとチーム組んでたけど、時系列的に6の後からセブン本編中の話は早いうちに消化するのかね。セブンメンツというか例のシーンで一番と殴り合えるのかな。スパイダーマンの動きダサいと思ってたらモードチェンジできるのね。朝顔の子供のうちの誰かが死んだとかだろ。ポケサーあるけどポケサーファイターと会ったら正体バレちゃうよな。息子の方が出てくるのかな。そもそも6のラストで別に死ぬふりする必要なかったよね。金もらって静かに朝顔で暮らしてればよかっただけだし。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。キリュウカズマがいるって時点でもう何かあるたびにちょっかいかけられるんだよ。無限に巻き込まれるから、もういっそ自分が死んだことにすれば朝顔を人質に取ることがなくなる。面が割れてるから、エージェントになっても人質に取られた。保養師としてはこの暴力装置の首輪なんだから、朝顔の剣持ち出すのはわかる。敵にまで脅されるのは本当に何とかしろ。ポケサーファイターにすでに見バレしてる。え、あれ、もしかしてカズマくん？あたせが当たれてるけど、セブン本編で高部の頭が大阪で発砲事件があったって言ってたやつかね。背景的に朝顔言ってんのかな。これ和室っぽいよね。これは寺。お寺か。じゃあなんか訪ねてきたとかかな。スパイダーマンみたいな戦い方を覚えた男。こんな鼻水出して泣くキャラだったか。ゴーレムタイガーがね。くそ。値段的に外伝ボリュームかと思ってたけど、割と本編並みに作ってる。だいぶ前だとナンバリングの半分くらいって話だったけど、どうも盛られてそう。多分ストーリー的なボリュームは半分くらいだと思う。遊び部分でキリュウモデルのやつ全部突っ込んでるみたいだけど。俺の勝ちだ。一夜死んだ時めちゃくちゃ泣いてたし、泣く時は泣くよ。そういうところ好き。このガン泣き PV の後に実写キャバクラと黒田高也のコスプレ見せるのよくないよ。本筋とは関係ない話だけど、キリュウちゃんもうすぐ還暦なんだよな。キリュウちゃんは今年で55歳だからまだだ。兄さんと西島が来年で60歳。過去一番辛そうな顔してたポケサーで負けた時より辛そう。即身元割れて朝顔を弱みにされてるの案の定すぎんだろ。まあこの間の主人公は一番だから、キリュウちゃんの自由時間なんだよな。いい加減足かせにしかなってないし、はるか死亡とかかな。6であんだけはるかのために宿泊したのにガチでそれやったら引くわ。あなたの感想ですよ。アンニャマンかと思ったら知らないおっさんだった。キリュウ視点でカスガたち殴れるのだろうか。一応クリア後に8の体験版が解禁されるとか。3くらいには遊べそうかな。1番がまた捕まってたけど、何と戦ってるんだろう。脚本の都合で動かされて最後は死んで恋されたら恨まれるどころじゃないだろう。キリュウちゃんもハワイ行くのね。英語できるのかな。春日は資格学校を通ってたから最低限できそうだけど。大悟はどこだ、どこへやった。
If you're looking for Daigo, Mine's taken him up to the roof. 屋上だな。本編20時間くらいなら外伝と言いつつ、まあまあボリュームあるの確定してるわな。ボケサーでコースアウトした時以上に悲しい顔してる。解散騒動の時にレジェンドたちでまた戦えそうなの楽しみだわ。また朝顔人質にされてる。人間誰しも弱みというものはあるものだ。 PV 前半は大変そうだなってなったけど、後半の蒼天堀を見た後はなんか楽しんでんなってなった。プレイスポットの大半が蒼天堀の霊の空間に詰め込まれるみたいだしな。